上原浩二の雑談魂、雑談魂。ぜひですね、松井さんにここで、プロ野球の歴代ベストナインを選んでいただきたいと。歴代？はい。いや、すぐ出てくる名前はいますよ、やっぱり。お、誰ですか？やっぱファーストは王さんだと思うし。あ、歴代でしょ、はい、昔からってことでしょ、はい、でサードやっぱ長嶋さんだと思うし、ね、まあ、そうなっちゃうとね、ピッチャーが金田さんとかなっちゃう。そうやっぱり金田さんじゃない。いや、そうなるわね。一回金田さんと話してると、金田さんに、ね、金田さん初の面白い話だったから、はい、金田さんって何キロぐらい出たと思いますかって。昔はスピードがなかったんですよ。わしは180キロですわ、ね、本当ですか金田さん、なんでわかるんですかって言ったら、お前俺のストレートお前誰も当たんなかった、長嶋も空振りしたんだから180キロは出てた、はい、そうですか分かりました。それ以上何も言えなかった。分かりました、180キロ歴代最高記録。そうですね、もう誰も、まあ、おっしゃってましたけどね、もうお亡くなりになりましたもんね。もうじゃあもう文句なしで、こんな怖い話して怒られもしないんで大丈夫だと思いますけど。もうピッチャーも金田さんで、いやこれはねちょっと、まあ、でもあくまでもイメージですからね、だから見た、お三方見たことないですから。でもやっぱキャッチャーやっぱ野村さんの、そうですね、野村さんイメージね。でもあとは難しいな、まあ、ライト一郎さんじゃない、やっぱり。ああ、うん、ちなみに今日はお昼は召し上がりましたか。いや、まだ食べてないです。一回休憩せえへんじゃん。あ、そうですね、うん、ちなみにあのこの今日撮影をしているレストラン日本には、はい、あのゴジラカレー、松井カレーのね、ああそうです、あのメニューありましたね。そうなんですよ、あるんですよね、はい、あれ私の 母が来た時に自分がね母親のカレーが好きだっていう話をしてて、はい、それでなんか母親からいろいろ聞いたみたいで、うん、それをなんかいろいろアレンジして名前をもう松井さんの名前付けたのは最近だけどね、付けていいですかって言われたんで、あ、どうぞ。召し上がりますか、今もよく選手の頃はよく来てましたランチ、試合前ここで食べて球場行って。じゃあ食おうよ、ここでゴジラカレー行っちゃいます。行こうよ、どうぞ、もしよければ。時間はまだ大丈夫ですよ、何回ちょっと休憩入れて、はい、注文しましょう、はい、はい、あ、美味しい、うん、なんか子供の頃を思い出す味。いや、カレーとほんまうまいわ。あのさっきお話途中になっちゃったベストナイン、うん、全然言ってねえな、考えたらベストナイン、それ以上それ難しいな。今お名前出たのが王さんと長嶋さんと、うん、はい、あと金田さんと一郎さん、野村さんも言ってたでしょ、野村さん、うん、それ以外はちょっと難しいですね。で松井さんがこう直接そうですね、プレーしたとかギリギリ上の人たちで、いや私がいた10年、あ、そうです、ね、巨人にいた10年間とか、はい、はい、でプラスピッチャーはできれば先発な担ぎ抑えと伺えたら最高です、ね、一番言いやすいところからでいいですか、はい、うーん、誰だろう、まあ、だからライトは一郎さんで、うん、はい、あ、そうですね、はい、難しいねベストナインって難しいよね、うん、パッと浮かぶのがやっぱりイチローさんじゃ、やっぱイチローさんすごいね。まあでも自分が若い時やっぱり斉藤さんはエースかなって思ったね、うんうん、そのエースたるゆえんどういうところに感じました。安心感、安心感でやっぱり試合壊さないと、うん、多少調子悪くてもそれなりにちゃんとまとめてくれるって、いい時はもうね、とんでもなくいいし、うん、まあ、この方もそうだったけど、ね、うん、このゲームでは誰に任せたいかっていう時に斉藤さん出てくるような気がするけどね。あ、うん、でやっぱ牧さん、桑田さんも、ね、さっきも言ったけどやっぱりすごいね、ピッチャーだったけど、まあ、なんかトータルで見たらなんとなく斉藤さんかなって思いますよね。キャッチャーはやっぱパッと出るのはやっぱ古田さんかな、あ、一緒にやった中ではね、やっぱ私がいた頃セ・リーグはどの球団もやっぱりその正捕手っていうのが決まってたんですよ、ね、うん、確かに、あの谷繁さんって私の中ではやっぱベースターズなので、ドラゴンズの谷繁さんは私はほとんど1年ぐらいしかったのかな。あ、そっか。谷繁さんやっぱりドラゴンズ行ってまたもっとね、うん、なんか、ね、うん、評価があったって、やっぱりドラゴンズ強かったのもあるし、ベースターズはやっぱ谷繁さんになるの、私の中では、ね、となると、まあ、じゃあちょっと古田さんをここはチョイスっていう、うん、まあ、あとヤクルト強かったから、やっぱり、うん、あの特に私の当時の頃にヤクルト強かったんで、やっぱり強いヤクルトの象徴だったかなって気がしますよね。 あとやっぱり打てたんで、打てるキャッチャーだったでしょ、うん、で肩も強かったしね。打席に入るとき何か声かけられたりとかありましたか。ないですよ、ないですけど、自分からやっぱり一応先輩なんでね、挨拶しますね、こんにちはって感じ。
どうでしょう、他のポジションだと。落合さんってどうですか。あ、落合さんの全盛期見てみたかったね。あ、うん、ロッテにいた頃の落合さんっていうのがすごい気になるけど、ジャイアンツもちろん一緒にやったんだけど、はい、40歳ぐらいに来られたんじゃないかな、うん、やっぱりバッティング技術もそうだし、やっぱ存在、落合さんって存在はすごい大きかった。何かお話になった、その具体的にこう例えば聞いたこと、質問したこととか教わったこととか。教わりはしましたね。どういうこと。バッティングのことを教わりました、うん、あ、聞いたんですか。いや、聞くっていうよりも、うん、一方的に教えてくれました、いろいろ。へ、うん、例えば体重の使い方とかね、まあ、自分はその悪い癖があったんですよ、右肘のね、はい、上がっちゃう悪い癖があったんで、それをね、どういうふうにしたら直して直せるかとか、その方法を教えてもらったりとかね、しました、ね、俺も見たかった、対戦してみたかったなってすごい思いますよね。落合さんやっぱりなかなか三振しなかった、ポンポンと追い込まれても、そこからもうね、ファウルって、そう、2ストライクからはすごいって言ってましたね。で、見逃し三振がないっていうのを結構言われる方多いですね。そこから最後もうファブル選んだり、ライト前ちょこんってうまく打ったりとかね。自分がいた時はペタリーニやっぱいいバッターだよね。あー、ペタリーニ、ペタリーニはいいバッターだと思った。はい、うん、どんなところが。もちろんホームラン打つんですけどね、こうね、レフトからライト、どこにもホームラン打つ。だから選球眼良かった。選球眼良かったですね、でも清さんもいいバッターだと思ったけど。ああ、清原さん、清さんやっぱりあのまずライオンズの、はい、頃はね、もちろんもっとね若くてやったんだろうけどね、清さんのポテンシャルっていうのはやっぱりね、日本人の中ではやっぱりかなり取り入れてたんだなと思って、清原さんのお名前もね。いや、だって守備も上手いからね。うん、ね、豪快伝説とともにこのチャンネルでね、お名前を聞くこと。難しいよね、一人選ぶって。確かに、今言っただけでファースト3、4人出てくるわけだから。そうなんですよ、皆さん本当に悩まれるんですけど、うんうん、だその中で、ね、自分が被ってる中では成績的にはやっぱペタジーだと思う、やっぱりね。ギリギリだから被ってなくても、うん、落合さん の, そのロッテ時代でもいい、うん、そこら辺まで OK でしょ。そうですね、そしたら落合さんだと思う、やっぱり。ああ、じゃあ落合さん、やっぱりそれは三冠を3回取ったらって、ね、確かに三冠さん、落合さんな、あと分かりやすいところどこですか。ショートは和夫じゃない。あーですよね、おー、うん、和夫さんですか。まあ、あの同じ時期っていうのはね、トータル的には和夫だと思う。宮本さんの守備上手だった、宮本さんのショートは上手だった、うん、なんかでも和夫さんだと思う。ちょっとその理由、やっぱ全部できるね。守備も上がったし、肩強かったし、足速いしね、スイッチヒッターで3割30本つると、で今俺もショートは簡単っていうか、ショートは仮想でしょって言いかけたの。ああ、伝わりましたね。まあでもね、新岡にもそのぐらいのポテンシャルあったような気がするんだよね。新岡やっぱ僕と一緒で自分のポテンシャルを、はい、そう、あの発揮 しなかった、なくしたんじゃないですか。厳しい、厳しい、厳しい、厳しい。どのぐらいのらポテンシャルはあったと思うよ。そうやってちょっと厳しく言っちゃう。ニオカってあの右に打球が飛ぶのすごいですよね、うん、体めっちゃ開くねんけど、あれ落合さんにちょっと似てるような気がするんですよね、うん、あの打球方向っていうんですか、右の、ね、伸び方、ね、はい、そうね、でもやっぱカズオの方、トータルってなるとやっぱカズオですよ ね、セカンドはいかがですか。我々の頃でその攻撃的なセカンドってあんまりなかったと思う、うん、横浜のローズ、あー、まあ、ローズはいいバッターだった、確かに、うん、確かにローズはいいバッターだったな、彼も広角に打てたしね、あのマシン、守備もそんな悪くなかった、悪くなかった、うん、ローズはいいバッターだったね、確かに、まあ、セカンドでも井口のいい選手だった、ああ、井口さんね、セカンドはね、でもローズはいいバッターだった、サード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 、どこでしょう、中村のりさんのサードでしょ、うん、中村のりさんいた、うん、素晴らしい、守備も上手だったし、ね、うん、やっぱり率も残してやっぱ長打も出るっていうね、うんうん、選手が個人的にはやっぱ好きかな、うん、あとは外野、はい、外野今イチローさんが決まりのみ、誰だろう同時期で、うん、尾形さん、金本さん、そうだね、広島の外野は強力ね、前田さんもいたしね、あ、前田さん、広島の外野陣は強力だしね、うん、天才を、天才前田さん、昨日よくホームラン打たれたんだよな、はい、多分松井さんの頭上にも結構いってんじゃない。どうしてもパリが手薄になっちゃうのあんま見てないから、ね、そうですね、まあそれは仕方ないって、ね、まあ、これは分かってもらって、ね、はい、
だってあの時にそういう考えてオリックスのねあの3人、うん、田口さん谷さんになるとねやっぱりすごいよね。すごいよね。でも打ちそうな雰囲気やったのはやっぱ前田さんだよね。前田さんね、打ちそうな雰囲気、常になんか打ちそうな雰囲気だった。アキレス腱をあの人怪我しなければもっとすごいことっていうかったかもしれない、ね、になってましたよね。結構若い時に怪我されたんじゃなかったんだ多分。前田さんがすごいと思うポイントはどこですか。まあ彼なら一番よく分かってるでしょうけど、打席でのね集中力が高まってる時って、うん、なんか かなり研ぎ澄まされてる感じがする。あたまに焦りアウトになってるのするんだけどあの足を痛がってない時の前田さんはもう無理だ、なんだ抑えれない、天に無法って感じだもん。天才っていうところはきっとそこです。天才、まあもちろんね努力でね気づき上げられたんでしょうけど、うん、バッティングはね素晴らしいなと思います、ね、はい。じゃあどうでしょう、外野あと2人、外野前田さん、いやなんか前田さん、イチローさん、あと1人松井さんいや本人は選ばないな、ね、そうですね、入んない入んない、まあ、いや入んないわけがない松井さんが入らなかったらもうちょっとね、いや、まあ、松井さんは除外、本人だから、うん、そうですね、はい、吉野部どうですか。吉野部は、まあ、彼もやっぱりね2位と一緒で持ってるものはとんでもなかったと思う。あ どこにそのとんでもなさを感じました。いや彼もやっぱり全部揃ってたからね、やっぱ3球揃ってたし、うん、守備うまかったしね、はい、バッティングは素晴らしかったね、うんうん、柔らかいです、何でも打っちゃうからね。でどこにでもホームラン打つしね、うん、でもホームランバッターってイメージじゃないじゃないですか。でも飛ぶよあいつ、確かにあいつのホームラン綺麗だもんね、綺麗だ、放物線っていう言葉が合うよね、うん、そう、俺のホームランが綺麗じゃないの松井さんズドンもうそのまま吉野はこう松井さんもズドンどこまで行くねんっていうぐらいのホームラン確かに飛距離はだから松井さんの方が全然行くわけです、うん、気持ち的には入れてあげたいよ吉野ね、うんうん、気持ち的には、うん、いや近いからね、うん、客観的に、そう客観的にほら、うん、じゃあでもじゃあ他に誰がいるっていうのを探して、金本さんもね、赤星和田さん、和田さんは私だけは西武だったからね、あ中西の和田さんは知らないか見てないな、西武嫌でしたけどね。今とね、はい、和田さんは高校の時に練習試合やってんだよ。その時はどんなキャッチャーだったの。ああ、うん、そうですよね。だって社会人でもキャッチャーやってたでしょ。キャッチャーです、キャッチャーです。うん、覚えてます、なんか和田さんの印象。覚えてる、覚えてる。うん、すごい肩強くて、うん、県立岐阜商業だったと思うんだけど、はい、のグランドでやったんだよ。覚えてる。まあ1年生で和田さん2年生。あ、3年生かな、うん、いい子ですかね。もう和田さんは結構有名だったんですか。有名だったんじゃないかな、やっぱりこの人プロ、僕のキャッチャーはすごい選手だっていうのを聞いて、うん、そこに行った記憶がある。あ、プロ行くんだろうなみたいな感じはその時もやっぱり感じました。その時は全然分かんなかった、分かんなかったけど、やっぱり ね、いい選手で、やっぱりなんかちょっと光ってるね、やっぱりね。自分はプロも全然最初意識しなかったけど、それこそホークスにいた村松さんって分かった。あ、村松さん、はい、村松さんは規制量の1年3年だった。ああ、そうそうです、はい、そう、僕が4番、1年生4番って村松さん5番って言ったんだ。村松さんがすごいな村松さんが大英にドラフトで入ったんだけど、すっげえ失礼なんだけど、うん、村松さんよ、俺の方がバッティングいいよなと思ってて、おー1年生だからね、失礼なんだけどね、村松さんプロ行ったら俺もいけるかもしれないそこでちょっとブレッキングがリアルすごい現実的にね、へえ、リアルな、そう、これは流していいのかな村松さんだったら大丈夫村松さんだったら大丈夫めちゃめちゃいいですから、ね、そう、スーパーいいし、流して大丈夫だそうです村松さんでも足を本当に足は良かった、それこそでも2000年のあのね、そうそうそう、ダイエーとの試合は ね村松さんいましたし、1、2塁間抜けそうなの村松さんだったやつ、西さんが飛びついて、あれ西さん飛びついたやつ、あれ村松さんだったね、多分柴原さんじゃなかったですか。ランナーが柴原さんだ、そうだそうだ、ランナーが柴原さんだ、はい、でもう一人誰だろうって話だよね確かに秋山さん、ああ秋山さん、そうだねメジャーに近かった人っていうのはね、うん、結構ね、秋山さんもやっぱりね、足も速かった、行ってたらどうなってたんですかね秋山さん、確かにね、うん、秋山さんかっこよかったね、かっこよかったです難しいね、もう外野ってなんか5人ぐらい選びたいぐらいだよね、本当ですね、3人に絞るって難しいですけど、あと1人、でも守備だけだったら新庄さん本当に良さ、ああ新庄さん、ね、はい、
本当に新庄さんの資料です。あの方やばかったですね。本当にこの高さでホームまで来るからさ、普通こういう感じの高さ。本当にレーザービームってこういうことなんだっていう、うんうん、一郎さんとね、二人の。ダメだな。まあ最後はやっぱりこれはね、巨人つながりで吉田入れましょう。吉田入った、くそ。嫉妬が。いや、あの中継ぎで、あの上原いるんだよ。中継ぎ。あ、抑え、やっぱ抑えだと佐々木さんじゃない。ああ、決まったね。大魔神。佐々木さんは打てなかった、本当に。苦手でした。全然打てなかった。打った記憶ないよ。まっすぐがフォークですよね。一回9回2アウトから同点タイムリーヒット打ったんだよ。はい、その裏にサヨナラ負けしたんだけど。何勝ったかなと思った。9回2アウトから同点ヒット打って、そう。でも落合さんって佐々木さんを別に苦手にして打つんですよね。落合さん、佐々木さんすっごい得意。得意なの。落合さんが教えてくれたの。癖ですか。違う。佐々木さん、どうやって打つんですかって、簡単だよ、まっすぐ届くしかないだろうって言って、はい、まっすぐまっすぐ打ちに行って、あのフォーク手出ちゃいますよって言ったんだけど、バカやろ、あれはカーブだよって言って。カーブ、そう、カーブじゃないどう見てもストレートの軌道でこの軌道で落ちるわけですからでもあれはカーブだと思えばいいんだって、はい、カーブって浮くイメージですかね。一回カーブじゃないよな、でもだってストライクゾーンから下にドーンと落ちてるんですよ、はい、ストライク、はい、もう本当見た目はストレートなんで、ね、うん、やっぱりどうしても手出ちゃう、はい、でそれ絶対手出ちゃいます、はい、で落合さんは高めのまっすぐに合わせるんだっつって、低めのまっすぐしてるんですか、高めのまっすぐを狙える、そっから落ちてくるフォークはカーブだ、ね、ストライクゾーンからです、ああ、はい、言ってることは分かりますみたいなねそれは私は体験できませんみたいな打席に入ってどうでした、そのちょっと話を聞いてから佐々木さんだから一回高めのまっすぐを意識していった、うん、本当に高めのまっすぐどん詰まりして、はい、そのレフト前にポテンポテン9回ツーアウトかどうか9回しか9回ツーアウトかどうか同点タイプ、そう、松井さんでもそういう苦手っていう方がいらっしゃったんですね。佐々木さんのフォークはちょっと他のピッチャーのフォークが違いますから、自分の中ではね、落合さんもカーブだったみたいな、はい、ちょっと落合さんの感覚が違うんですね。佐々木さんの全盛期はちょっとまっすぐもだって速かったですね。コントロールも良かったし、コントロールも良かった、低めにバンバン来てました、ね、なんか迫力もありますもんね、あの体ですね、ドーンってね。高橋さんは意外と相性が良かったね。それはやっぱりプロで初ホームラン高橋さん、そこからなぜか相性が良かった。それはイメージがやっぱり何なんですかね。だからみんなあのシンカーがね、はい、結構気になるみたいで、自分はあのシンカーは結構遅いから待てたんですけど、それは気にならなかった自分からね、はい、うん、確かに軌道としてはすごい軌道なんだけど、うん、待てたんです、そこまでは気になった。高橋さんのメジャーのデビューの最初の対戦相手は私だったんです。一人目ですか。それね。その時はどうだったんですか。その時二塁で打っちゃった。あ、それメジャーに来ても相性が良かった。海を渡りボールが変わっても球場が変わっても、そう、そうやってあれ相性があるんだよ。相性と、あとなんかやっぱりそういうご縁じゃないですけど、うん、なんかあるんですね。うん、松井さんの初ホームラン覚えてんな。なんか俺覚えてるわ。インロー、ライトさん、あのポール際ちょっとこっちですよね、ライナーで、うん、覚えてるわ。田澤君のデビューの最初のバッターも僕だったんです。おお、そうなんですか。そうで、結果はどうだったんですか。センターライナー、ライナー、アウトです。アウトで、桑田さんがデビューした試合でも対戦してるんですよ、はい、えっ、そう、毎月初っていうのが僕だから初、うん、そう、だから試合も松井さんとの対戦してるし、桑田さんとも対戦してる、デビューの時にさ、その桑田さんはファーボールだったんです。そんな中で松井さんが中継ぎは上原浩二だとおっしゃってくださいました。あの、ね、多分もう選ぶの面倒くさくなっちゃったベストナインとピッチャーの中に友情友情は2人生年月日一緒の2人友情枠。いや、でもそれはもう皆さんもでも文句ないでしょうし、皆さん嬉しいんじゃないですか。このチャンネル、あの吉野部さんにも何回か出ていただいてるんですけど、はい、うん、
お二人のねやっぱりこう仲の良さとね、うん、もうなんか、うん、イチャイチャするんですよ本当カメラの前でイチャイチャって別に喋ってるだけやんかいやイチャイチャしてますよなんか本当に仲がいいんだなってそのやり取りをやっぱ皆さん見るのがすごくお好きで、うん、そしてね吉野さんのおかげで女性ファンの、ねまあね、女性のチャンネル登録者数がちょっと増えて吉野、うん、のおかげでかなり増えたんですよちょっとじゃないですかなり増えましたね、うん、松井さんの今日の発言のおかげで100万に近づくっていう、ね、そうですね、うん、もう皆さんのね、はい、お力をもう借りられるところは借りまくっていやいやいやもうこれからは他力本願ですもう僕は無理です上原さんが一番頑張らないといけないいやもう無理ですだから他力でお願いしますでも普段は何日本に帰った時にじゃあため取りするそういう感じですそうなんですだから多いと1週間に3工事ぐらい、はい、1週間3回上原さんに会う週も憂鬱なんですけど松井さん憂鬱じゃないですよ